これだいぶやり込んであるじゃないですか、これ。え、これ買った時ってどんな感じだったの、最初。もう最初はめちゃめちゃ仕立てあった、仕立ててあったっす。かっこよく。あ、仕上がってた。めちゃめちゃかっこよく。それを俺がどん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 こういう風にして。結構変えたんですか、買った時から。もうだいぶもうほぼ違うっすよ。最初のライトの感じで。最初はまだ US みたいな感じ。あ、じゃあ全然違う。そんな感じだったんですよ。これね、山走ってたの。そうっすよね。で、どんどんボロくなって突っ込んで、ボロくなって突っ込んで。バンパーとかも全然じゃあ違うんですよ。バンパーはこれ、あのパーツランドの。へぇー。で、違うね。取り合い合わないっすよね。コイルなんかも全然違う。コイルも違うっすよね。なんすかこれ。これウェッツっすね。クレンテ。あ、こういうモデルあるんすね。もう今じゃ見ない感じですね。そうっすね。なんか俺もこれ4本欲しいなと思って、あと2本探して売ってないんすよ。ボンネットはその買った時のまんまっす。こういうんだ。メーカーとかって何？これ何なんだろう。なんかこれ結構チリ合ってるじゃないですか。これ合ってるっすね。でもなんかトタルとか合ってないけど、オリジンかなんかなんかなみたいな。エアロは？これ BM、 もともと BM のプロエアロだったんですよ。それを俺がどんどん残して。これ何ですか？これミッツルパー。これマットブラック塗ってるんですか？いや、塗ってない。元々塗った時のまんまです。これは自分で塗ったの？これ自分で塗りました。じゃあだいぶトランク、これトランクを犠牲にしてこっち上手くなった。これは、ね、どういう感じなんですか？これ最初俺のデザインです、うん、アートなんですよ。アートですね。そこのあのミラー、うん、ミラーあるじゃないですか。はいはいはい。このような感じでこんな感じで塗ろうかなと思ってたんですよ。これ もう だいぶなんか汚くなっちゃったんですけど、あ、これと同じような感じでやろうと思ったら、最初にトランク攻めたんですよ。もう大ミスして一回これもう全部削って仕上げて、全部削って暇な時に全部削って綺麗に戻そうと思ったんですよ、この色に、うん、それがもうなんかいつもまた面倒くさくなっちゃってで、これ削ったまま持ってる。マフラーは何ですか？これワンオフじゃなくて鼓膜破りの、うん、あれがもともとついたっすね。これはもう最初からなんですか？これは最初からついた。じゃあリアのバンパーは最初から？うん、これもそうっす。これは無事だったんですか？これは無事です。あとテールも違うんや。テールは LED っすね。これ変えたんですか？いや、これも元々だったんですけど。いや、音がいいね、やっぱね。おお、これは目立つっすね、これ。これどこのメーカーなんですかね？このテールどこのメーカーかわかんないですけど、この流星テールは自分で勝手になんかヤフオクで売ってたやつつけたんで。あ、やったんすか。そうっす。だから、でも目立つな。パターンすごいし。あそこはあれ飛んじゃってんすね。なんか、直そうと思って直したんですけど、どうにも機械なかったっすね。あとは、フロントも変えてるんすか、ライト系は。フロントは特に。うわ。この青は、なんか保留でついてる、家にあるのって言ってたんで。懐かしいな、このヘッドライト。超人気だったんですね、シルビア。あ、そうなんですか。そうそうそう。え、次何乗るんですか、これ。ちょっと次まだ決まってないです。セダンですか。セダンにしようかな。いやー、ついにセルシオデビューですか。セルシオデビューです。セルシオデビューしたい。セルシオいいっすよ。セルシオいいなと思うんで、有力候補。有力候補で。はい、楽しみっすね。上位入ってる。ああ、すごいっすね。全部取っちゃったんですか。あ、全部取っちゃいました。軽量化っすか。あ、別にそんな。そういうわけじゃないです。後ろもないんだ。後ろも全部取っちゃいました。ロールバーは最初から入ってたんですか？ロールバーは最初から入ってて、なんかダッサい青色だったんで、自分で塗ったら余計なんか変な色になっちゃうんですよ。このムラが、なんか青が浮き出てるみたいな。自分でやったから大変ですよね、これ。そうですね。まあまあまあ、まあ、たぶん紫だからいいかな、みたいな。シフトはすごいっすね、これ。そうっすね。めっちゃ長いよ。長い。どこで見つけたんですか？これなんかアマゾンで言ってて、マジで極力長いのいいなと思って。こうやってすっごい。したら、50センチ、40、50センチのこれ何ですか、これ。あ、ミラーなんだ、これ。これミラーっすね。めっちゃ長くね。結構見やすいですけど、高速道路の人揺れちゃって。あー、でしょうね。何ミラーですか？はぁ。忘れちゃったっすね。エンジンは、もう、いろいろ。ターボ入ってるじゃないですか。あ、ターボっす。なんすか？
トラスト。トラストです。TD06 の 20G の何なんとかっていう。なんかっすね。馬力的にはどんな感じなんですか。350。早いっすね、じゃあ。これも最初から大体。もう最初からこうでしたね。ちなみに買った時っていくら。350とかで買いました。今売ると結構いいんです。今235で売りました。あ、そうなんですか。100マイナスぐらい。なかなか見ないですね、これね。結構車屋さんに見せると乗りくりつけてある。あ、そうそうそう。前の人がじゃあここら辺とか。ああ。自分でやったかもしれないね。そう、多分もしかしたら。そうっぽい感じ。プロっぽくないですね。プロっぽくない。これってどっちなんですか。 1.8？ これ 2.0 です。後期になるんですか。そうっすね。何年式でしたっけ。これ1991年だから。そうですよね。33年前。すっげえ。まあ動いてるのはまずすごいね。そうそう、考えると。Thank you.